こんにちは。今日はですね、準備なしでできるリズムゲームを紹介していきたいと思います。リズムゲームというのはその名の通り、リズムに合わせてゲーム性のある遊びをすることなんですけども、まあ、簡単に言うとゲーム性のある手遊びっていう感じですね。年中さんや年長さんなど年齢がね上の方になってきたお友達にとてもぴったりだと思うので、ぜひ一緒にやってみてください。それではもかちゃんタイムスタート。雷丼がやってきたというゲームになります。これはね、雷様に取られないように言われた場所を隠すゲームになります。そして隠せたらセーフ、イエスと言いましょう。それでは今から隠すところを言うので、取られないように隠してみてね。いくよ、3、はい。雷丼がやってきた、どんどこどん、どんどこどん、隠さないと取られるぞ、だんだかだんだんだん、隠すのはおへそ。隠せた？隠せたら、セーフ、イエス。次は2つ隠せるかな？いくよ、3、はい。雷丼がやってきた、どんどこどん、どんどこどん、隠さないと取られるぞ、どんどこどんどんどん、隠すのは頭とおへそ？両方隠せた？セーフ、イエス。というようにどんどん隠す場所を増やしていくと、頭とおへそと肘と親指とみたいな感じで、みんながこうどんどん丸くなっていって、すごくね楽しめると思うので、ぜひやってみてください。次、はい。続いては焼き芋グーチーパーという手遊びになります。これは最後にじゃんけんポンとじゃんけんのゲームがあるので、ぜひ一緒にやってみてください。いくよ、3、はい。焼き芋、焼き芋、お腹がグー、ほっかほっかほっかほっ か、あちちのち、食べたらなくなる何にもパ、それ焼き芋まとめてグーチッパー、じゃんけんポン。もかちゃんはチョキなので、グーの人は勝ち、チョキの人はアイコー、パーの人は負け。じゃあもう一回やってみるよ、3、はい。焼き芋、焼き芋、お腹がグー、ほっか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 、あちちのち、食べたらなくなる何にもパ、それ焼き芋まとめてグーチッパー、じゃんけんポンという遊びになります。最後にじゃんけんがあるので、じゃんけんの意味を理解してきたお友達にぜひやってみてください。次、はい。続いてはアンパン食パンという手遊び歌のゲーム性があるバージョンを紹介していきたいと思います。アンパン食パンの手遊びをまずは見てみてください。いきます、3、はい。アンパン食パン、アンパン食パン、クリームパン、クリームパン、サンドイッチドーナツ、サンドイッチドーナツ、クロワッサン、クロワッサン、という手遊びになります。このパンの中からみんな好きなものを選んで食べちゃおう。じゃあ何がいいかな、アンパンにする？じゃあアンパン食べちゃいました、いただきます。あま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 あ、アンパンは食べちゃったので、アンパンの部分はシー、何も言わないで手だけ動かします。なのでお口はチャックです。3、はい。食パン、食パン、クリームパン、クリームパン、サンドイッチドーナツ、サンドイッチドーナツ、クロワッサン、クロワッサン。大丈夫だった？みんなアンパンしてきた？じゃあ次は何食べちゃおうかな、クロワッサン。じゃあクロワッサンとクリームパンも食べちゃおうか。じゃあクリームパンいただきます、あままも。クロワッサンいただきます、あままも。それでは今食べちゃったのはアンパン、クリームパン、クロワッサンを食べちゃったので、その部分は言わないでいくよ、3、はい。食パン、食パン、サンドイッチドーナツ、サンドイッチドーナツ。
できた。はい、という感じで食べちゃったパンの部分は言わないというゲームになります。結構ね、これはアンパン食パンの手遊びをまず知っているお友達にやるとすごく楽しいと思うので、まずは生活の中でアンパン食パンの手遊びを何度かやって子供たちに覚えてもらってから、この穴あきでね、言わないゲームをやってみてください。次、八百屋のお店というリズムゲームです。これはね、結構定番で知ってる方が多いと思うんですけど、まずはやってみたいと思います。3、はい。八百屋のお店に並んだ品物を見てごらん、よく見てごらん、考えてごらん、あったら二つ手をたたこう。トマト、あるある。人参、あるある。ピーマン、あるある。バケツ、ないない。という感じで、八百屋にあるものだったらあるあると言って2つ手を叩きます。ないものだったらないないという風にやります。ではこれのアレンジバージョンで動物園とかパン屋とかもやってみてください。じゃあまずは動物園からいきます。3、はい。楽しい動物園に行きましょう、行きましょう、よく見てごらん、考えてごらん、いたら二つ手をたたこう。ゾウさん、いるいる。パンダ、いるいる。ウサギ、いるいる。フライパン、ないない。という感じでアレンジも楽しいと思います。じゃあ次はパン屋さん、いくよ。3、はい。パン屋のお店に並んだシナモンを見てごらん、よく見てごらん、考えてごらん、あったら二つ手をたたこう。食パン、あるある。アンパン、あるある。クロワッサン、あるある。ドーナツ、あるある。パンダ、ないない。という感じで何でも大丈夫です。お花屋さんだったりとか水族館だったりとか、そういったものにアレンジしてぜひやってみてください。次、続いてのゲームは落ちた落ちたというゲームです。これもね、結構定番のゲームで私の動画でも紹介しているんですけど、もう一度紹介したいと思います。ルールとしては、まずは先生が落ちた落ちたというので、子供たちは何が落ちたと聞いてください。そしたら先生はリンゴと言ったら、リンゴを受け取るポーズ、取ってね、キャッチ。次はげんこつって言ったら、げんこつされないように頭をガードしてください、このポーズ。次は雷って言ったら、雷様におへそを取られないようにおへそを押さえてください。この3つです。それではやってみます。3、はい。落ちた落ちた、何が落ちた。リンゴ、リンゴ取れた。いただきます。あ、まあまあまあ。落ちた落ちた、何が落ちた。雷、大丈夫？おへそ取れてない？セーフ。落ちた落ちた、何が落ちた。げんこつ。というように3種類のポーズがあるので、その3種類をやってみてください。それでは3つもう慣れてきたよっていうお友達にアレンジ方法を紹介したいと思います。まず1つ目が天井、天井って言ったら天井落ちないように押さえてください。次は流れ星って言ったら、流れ星にお願いしてください、願いが叶いますようにってお願いをしてください。もうすぐね、七夕なのでちょうどいいかなと思います。次はほっぺ、美味しいものを食べるとほっぺが落ちそうになるよね、ほっぺ落ちないようにほっぺを押さえてください。次は恋って言われたら、ハートを作ってください、恋には落ちちゃってもいいかなと思います恋って言われたらハートを作ってください。次は雨と言われたら傘を作ってください。はい、ちょっとね、いっぱいになってしまうのでこの辺にしようかなと思うんですけども、このようにアレンジをしてたくさんの種類のルールを作ると、もっともっと難易度を上げることができるので、ぜひやってみてください。それでは一度やってみたいと思います。3、はい。落ちた落ちた、何が落ちた。雨、雨に濡れないように傘作れた。すごい、みんな作れてる。いくよー。落ちた落ちた、何が落ちた。恋、
今の子にハート作ってって言ったらこっちの方がキュンですって感じなのかもしれないんですけども、まあ恋でやっていきましょう。はい、という感じでこのようにアレンジしてみてください。でね、もしいろんな言葉を増やすのがちょっと難しいかなって思う場合は、さっきの3種類雷、リンゴ、げんこつ以外の言葉はストップ、止まってくださいっていう風に言ってください。なので落ちた落ちた、何が落ちた、髪の毛って言われたら止まります。雷と間違えておへそを押さえてしまう子がいないかなとかね、ちょっと引っ掛け問題で出してみてください。次、この手遊びは棒が一本、棒が一本、棒が二本でトントントン、上を向いて下を向いて、〇〇はどこだ、ピッという風に何かを探して指を指すゲームになります。例えば保育室であればピアノはどこだ、ピッという風にピアノがある場所を探して指を指すというゲームになります。なので赤いものとか青いものとか、そういった色探しゲームにもすることができるので、ぜひアレンジしてやってみてください。そしてこのゲームは絵本の前とかに絵本に集中してほしいな、こっち向いてほしいなっていう時にも使えます。ではやってみますね。3、はい、棒が一本、棒が一本、棒が二本でトントントン、上を向いて下を向いて、ここで絵本を出して絵本はどこだ、ピッとするとみんながこの絵本を指さしてくれます。なのでみんなここに注目してるので、それではこの絵本を読み始めますと言って読み始めるのはすごくいいんじゃないかなと思います。なのでいろんなものを探すゲームやってみてください。次、はい、続いてはセブンステップスというお歌になります。これはですね、みんなで輪っかになってリズムに合わせて動く遊びになります。最初は右向きに歩きます。1、2、3、4、5、6、7で、次の数字では左に向きます。1、2、3、4、5、6、7、そして前を向いてお膝を叩きます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、最後の1から7までは隣のお友達とパン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 と合わせて叩く感じになります。でね、これで動けない場面、座ってやりたいよっていう場合は7のところだけパッと手を上げる動作をしてみてください。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7っていう風に7の部分だけ手を上げました。じゃあこれで数字をどんどん増やしていきます。じゃあ7と2の部分ですね、7と2の部分を手を上げるようにします。いきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、できたかなっていう風にどんどん数字を増やしていったりとか速度を上げていくとすごく難しくなってくるので、ぜひやってみてください。でね、英語がちょっとわかりにくいなっていう場合は1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、日本語でやってみるのもいいのかなと思います。あとはね、7から1っていう風に逆バージョンでやってみても面白いかなと思うので、ぜひいろんなバージョンで繰り返して試してみてください。はい、ということで今回はリズムに合わせて遊べるゲームを紹介しました。ぜひね、隙間時間とかちょっとこの時間余っちゃったなっていう時にやってみてください。他にもこういうゲームがあるよとか、こういうゲームは知ってますかっていうものがあればコメント欄に書いてくださると嬉しいです。はい、ということでこのリズムゲーム楽しそうだなって思ってくださった方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。